皆さんこんにちは。ちょっとキャンプ行ってくるのサリーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンと商品の開発をしたり、あとは商品の PR をするような活動をさせていただいております。で、今日ご紹介するのはですね、ワークマンの公式オンラインストアで今在庫があって注文できる防寒ウェア、こちらをですね、選んでみました。結構ね、今まで YouTube とかブログとかでこんな商品出ましたよ、これすごくいいですよって紹介したものの、サリーさんもちょっと店舗に在庫ないですよとか、あとオンラインは本当にあんまりワークマン力を入れてないって言っちゃ失礼なんですけど、まあ、あんまりですね、オンラインの在庫が少ないものが結構多いんですよね。カタログとしてあるのに在庫がいくつって見れるんですけど、そこを見るともうゼロになっちゃってるっていうのが結構多くてですね。で、逆にまあ紹介するからには、やっぱこれ欲しい、すぐ欲しいって買えるように、オンラインで在庫があるもの、それを選んでみました。で、全部紹介していくんですけど、紹介したものの商品名であるとかリンクに関しては、この動画の概要欄ですね、見ていただければリンクがあって、そこからワークマンのオンラインストアに飛べるようにしてありますので、ぜひ、最後まで楽しんで見ていただければなと思います。今回ご紹介した商品は基本的にワークマンから、紹介のために商品提供を受けているものになっております。で、じゃあ1着目ご紹介します。それがこちらです。じゃじゃーん、商品名がストームシールドニットジャケットになります。こちらですね、価格は1900円です。1900円、税込み、安いです。アウターだけど安いで、まあね、あったかさで言うと多分ですが、真冬の雪が降りそうなほど氷点下に近いこの寒い日には、そこまでにはちょっと対応はしてないかなっていう感じはするんですが、実はですね、これちゃんと防風だったりするんですね。で、表面がこういうニット生地、ニットシールドっていう名前の通り、ニットで柔らかい。で、これね、ネイビーなんですけど、ネイビーと黒かな、ネイビーと青がなんか2色ぐらい色が混じってるような、ちょっと深みのあるような感じの編み込みになってます。で、ニットなんで柔らかいんですね。生地が柔らかいので着心地がいい。で、ただニットだと編み目が大きいので風を通しやすかったりもします。なので、でもこの服の場合、防風の風を通さないシートが貼ってありますので、冬でもね、風のある時でも暖かく着られる、そんなようなウェアになっています。はい、着てみました。これね、メンズの L サイズを着ています。意外とね、私ね、肩幅があるので、ベティスだと L サイズ着るんですけど、これ若干、そうですね、細身まではいかないけど、私普通にメンズの L でちょうどいいぐらいなので、もしかしたら普段着ているサイズよりも1サイズとか2サイズ大きいのを選んでもいいのかなと思います。冬のね、ちょっとあったかめの日だったら、なんか全然これ着るだけでもあったかく過ごせるんじゃないかなと思います。ちょっとね、この辺の、なんていうの、この紐って言っていいの、これがちょっと太めであったりとか、で、ここまあファインドアートのワークマンのロゴもあるんですが、なんか悪目立ちしない感じで結構可愛いかなと思います。で、襟が結構立ってて、もふっとしてるので、ちょっと顔がちっちゃく見える、小顔効果もあるのかなと思っています。襟がね、これで、ここちょっと30ぐらいになってるんですよ。1、2、3、首元もね、あったかく着られるかと思います。で、ここポケット、ファスナーなしのポケット、ちょっと手が入るポケットがついてて、中がフリースみたいな生地になっているので、手もあったかいですね、このままだと。で、フードはなしのタイプになってます。はい。で、これサイズが M サイズから 3L サイズまであって、オンラインの在庫では、まあ、色によってもちろんもう欠品が出ているものもあるんですが、このネイビーとあとグレー、イエローに関しては、在庫があるような形で書いてありましたので、チェックしてみてください。じゃあ次行ってみましょう。はい、続いてご紹介するのがこちらのジャケットになります。耐久撥水ウォームジャケットです。これね、結構この派手柄が人気で、もっと派手なピンクとかグリーンとかブルーとか、あとコスモっていう宇宙柄とかがね、2年前のシーズンかなの、から登場したシリーズになります。派手柄のジャケットになります。で、これね、
まあ、ペラペラということではないんですが、中綿が入ってるわけではないので、結構薄手の、わかるかな、見えるか、薄手の、特に中綿が入ってるわけではない薄手の生地なんですが、意外と暖かいんですよ。なんでかっていうと、まあ、裏側にですね、内側にこのブロックフリースと呼ばれる、まあ、フリースが貼られているから、体を暖かく包んでくれると、うん、でやっぱりね、風もねあんまり通さないんですよこれね。なので、で触り心地がなんかちょっとシャカシャカではないんですよ、シャカシャカではないけど、つるりつるりさらりとした感じで、あの1枚ちょっとさっと羽織るのに羽織りやすいとか、あの意外とね使いやすくて、キャンプの時とかも使ったりしています。でこれファスナーを個人的には開けているよりも閉じた方が、あの襟がね結構ビシッと立つデザインで、私この襟が立つデザイン結構好きなので、こんな感じで着れますね。割ともうこれも L サイズかな、これもメンズの L サイズを着ています。で、手はこんな感じでサムホールもついているので、ちょっとねこの辺の手もあったかく過ごせるし、風も入りにくいようなこんな仕様になってます。でこれがね、色がねカオスブラックかな。でこのカオスブラックはもうあんまりサイズ1サイズしか在庫はなかったんですが、他のカラーに関しては在庫があるものもあったので、こういう派手柄もあれば、派手柄はでも結構売り切れちゃってるんですけど、無地のグレーとか、無地のグレーも実は持っていて、無地のグレーであるとか、そういう合わせやすい、ちょっとこれだと派手だな、自分だと派手で着づらいなって方も、無地のものだとね着やすかったりするので、ぜひ見ていただけるといいかな。あとここ結構ね、すごいストレッチします。この辺の肩のとかね、こう曲げ伸ばしするときもここもギュッと伸びる感じがするので、動きやすさもあります。はい、次にご紹介するのがこちらのユーロアルティメットデュアルフーディです。これね、今日ご紹介するものの中では一番中綿が入ってモコモコっとした、もう雪の日でも安心な、そんなモデルになってます。これが、今日紹介する中で一番高くて4900円になってます。一番高くてもね4900円なので、うん、でこれ、内側がかなりモコモコとしてすごい肌触りのいいフリースがついていて、で、外側がですね、これねよく見ると縫い目がないんですよ。縫い目がない感じの圧着加工っていうんですけど、圧着加工がされていて、中には、ダウンのようにあったかい、化学繊維の中綿が入っています。たくさん入ってます、モコモコと。でこれはサイズはメンズの M サイズです。結構中綿がモコモコ入っているものは、私結構メンズの L を着ることが多いんですが、中綿が多いものに関しては大きいの着すぎると本当モコッと、もう多分ね白だとこれミシュランみたいになってしまうので、今回はね M サイズでちょうどいいかなという感じです。うん、でこのフードもファスナーがついていて、取り外しをすることもできます。でポケットがここの2箇所ついていたり、あとここね、あ、このこれ面白い、なんかシューッと開くファスナーがついてます。ここも大きいですね、シューッと開く。あとここか、ここにも袖にもついてますポケット。でちょっとね、ワークマンのものって結構丈が短いジャケットが多いんですが、これ丈長めになってます。ちょっと今中にワンピース、ニットのワンピース着てるんで、なんかちょっと見た目が変な感じになってますが、私これ M サイズでお尻がギリギリ隠れるかな隠れないかなぐらいの感じになってますね。これねちょっと今撮影してると暑いんですけど、これねなんかね、まあ寒い時に着るからがっつり締めた方がいいんですけど、個人的には開けて着る方がこれはなんか可愛いなと思います。で、実はもう一個秘密があってですね、ここファスナー脇のところについてます。でこのファスナーをぐるりと外すと、なんとベストに変身してしまうというデュアルにね着れる、そんなウェアになってます。はい、これベストタイプにしてみました。こんな風に着ることもできます。結構ねモコモコ系のかなりボリュームのある感じのベストっていう感じですね。まあ二通りの着こなし方ができるかと思います。はい、次にご紹介するのが、これちらはレディースの商品ですね。今回紹介する中でレディース商品1個だけ入れたんですけど、レディースの防風ストレッチウォームフーディーになります。
で、これが価格がなんと2900円。あの今年のワークマンの秋冬モデルはアウターがほとんど2級なんですね。2級めっちゃ安いですよね。でこれ中綿がまあ入っていて防風なので風も防げて中綿であったかいんですけど、最初その秋にあのワークマンの社員さんから提供してもらった時に2900円の中綿の化学繊維の中綿のアウターってそんなに正直あったかくないんじゃないのとかって思ったんですよ。そしたらあのね、今実は冬一番着てますね、これこの格好で出かけることが。ついね、これを いっぱいアウター、ワークマンのアウターある中でこれ今日着ちゃおうって言って選ぶ率が一番高いのが実はこれです。で、何がいいかっていうとやっぱ軽いんですよ。めちゃくちゃ軽くて、あの今まで紹介した中でもかなり軽い部類ですね。軽くて、でしかもなんかちょっとね、あのやっぱストレッチ効いてて動きやすさもあるし、あとまあレディース商品のせいか、これレディースの L 着てるんですけど、あのなんかなんだろう、ちょうどやっぱり女性らしいラインも出るというか、そんなに大きすぎない、なんか私しっかり入ったけど大きすぎてもこもこ着膨れして見えないのと、あとまあなんかこの辺のポケットのね、角が四角とかじゃなくてこの辺ちょっと曲線が入ってたりして女性らしかったり、まああとバイカラーだから下に本当に黒のシンプルなパンツ履いてても、あ、なんとなくあのアウターのデザイン性があるので、これ着るだけでなんとなくあんまりなんか単調な感じのコーディネートにならないっていうのが気に入ってます。で、真冬でも本当氷点下近い日でも中にユニクロの私はヒートテックの極暖、寒がりなんで結構極暖着て1枚ロング T シャツ着て、でこれ羽織るともうそれでも普通にあの子供の保育園の自転車乗って送迎とかも全然行けちゃうぐらい、本当防風っていうのが多分いいのかなと思っていて、冷たい風が来ても全然大丈夫ということで、この2900円のはめちゃくちゃお得だと思います。これはあの結構ね、何回かお店に入荷しては売り切れていて、今はもうあんまりないんですけど、オンラインの方だとグリーンのカラーがあります。なんかエメラルドグリーンと深いグリーンみたいな、2色セットのが、それは SML 全部在庫があって、あとパープルが、L だけだったかな、 S だけだったかな、うん、どっちかあのパープルが残ってるから、残念ながらこのちょっとブラックホワイトはもう売り切れになっちゃってるんですが、ちょっと色のある感じでね、グリーンなんか気になる方は見ていただいたらいいかなと思います。はい、そしてもう一つご紹介するのがこちらの高発生リバーシブル防寒ジャケットになります。こちら2900円です。でこれね、カーキとグレーの色を選びまして、これちゃんとオンラインに在庫あります。結構もうちょっと派手なレッドとかブルーとかもあるんですけども、これねリバーシブルなんです。こっち側が、私が選んだのはこれグレーなんですけど、ここね、横にこう、こっち側は縫い目のラインが入っている感じで、逆にこっちのカーキの方、カーキというかまあブラウンっていう色に近いですかね。こっちはね、あの縫い目が入っていなくてつるりとしている感じの表面になっています。で、中綿はね、程よく入っている感じでモコモコすぎない感じです。ただこれだけだと氷点下に近い日はとかに雪国の方はちょっと寒いかなっていう気はします。上までファスナー開けるとこういう感じですね。ただなんかね、あの口コミ、オンラインストアで口コミ見れてるんですけど、普段その移動は車なのであんまりモコモコしたのを着なくてもいいとかで、程よい中綿なので車で移動して運転もしやすかったり、でも買い物行くときは店内が結構あったかかったりもするのでこのぐらいがちょうどいいとか、あとちょっと犬の散歩であるとかウォーキングで、まあ、あえて体を動かすようなときにこのぐらいの中綿感がすごくちょうどいいっていう口コミを見かけて、あ、なるほどなと思った次第です。で、表面の生地があと高撥水の加工がされているので、急な雨とかで水がね、あのついてもさっとやれば払えると、そんな防水ではないんですけど撥水の機能も、両面についてるそうです。ちゃんとリバーシブルの両面に高撥水の機能もついています。こちらが2900円です。これもオンラインで在庫があります。はい、では最後ご紹介するのがこちらのエアロストレッチベストです。こちら1900円になってます。エアロストレッチのあのシリーズは長袖の、これベストじゃなくて長袖のタイプもあるんですが、ベストが
少しねオンラインで在庫ありました。黒は確かもうなかったような気がするんですが、赤とか黄色は、在庫があります。でちょっと派手カラーなので、よかったらあの上にねなんか羽織ってちょっとだけ見せて差し色にするとか、特に赤とかねそういう使い方ができるんじゃないかなと思います。でこれねあの中綿ふんわりと入ってる感じで、表面の素材もなんかふんわりサラ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 は近いかな、うん、サラサラというような感じの生地になってますね。で結構あの家の中に行って家事とかしてると、あんまりここまで長袖のあるフリースのものとか着てると家事とかしにくかったり、着てて意外と暖房もかけてるので暑くなっちゃったりするので、ベストだとねあの動きやすいし、暖房の調節にもなんかちょうどいいのかなと思います。1枚あるとあの便利なアイテムですね。締めるとこういう感じになります。ちょっとニットだと合いませんね。ニットだと合わないけど、うん、まあ普通のロンティーとかと合わせて着るといいんじゃないかなと思います。最後ご紹介するのがこちらの防寒ブーツラークスです。これね在庫、オンラインに在庫全部のサイズたくさんありました。もう100個以上あったのでいいかと思います。で、まあ、防寒ブーツこの辺がラバー素材なんですよね。動きやすいラバー素材になっていて、まあ、多少のまあまあラバーなんで、そうか防水なのかな、下の何千この辺この辺りまでは多分防水、この辺は防水じゃないけど、まあ合皮のような合皮の素材なのでお水にも強いかなと思います。まあこの辺から入り込んじゃうので、まあ、うん、防水はそこまで考えない方がいいのかな。でそこがこんな感じ、靴底が中にはふんわりと、フェルトフリース素材が貼られているので程よく暖かいという感じです。まあ冬の初めとか、あの春になるちょっと前の時期とか、あと秋口とかですね、そういう時にいいのかなと思うブーツです。防寒ブーツラークスは2900円です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回ワークマンのオンラインストアで在庫がある商品についてご紹介いたしました。もうそろそろね、1月も半ばということでアパレル業界では春夏物に移行していく時期ではなってくるんですが、まあ、まだまだ寒い日もありますし、やっぱ急に寒波とかが来たりするね、ちょっといろんな天気も読めない日も多いですので、ぜひですねワークマンオンラインであったかいもの買って、あの風邪ひかないようにしていただければなと思います。今回の動画が良かったよという方はぜひいいねボタンを、あとはチャンネル登録をしていただけるととってもとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他、ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。